来年5月28日奈良の平城宮跡の RV シアターで長唄何個やります。歌舞伎の演目で有名なで、誰がやるのか、はい、私が湘南公役をさせていただきます。そして主催は現在平城京を管理されていらっしゃる平城京を再生プロジェクトが主催ですね。で、私ども南高研究会は共催をしていくことになります。私が湘南高を演じさせていただいて、そして父親役の大南高役は西川流師範で、西川長寿流の今2代目になられる西川長寿先生が大南高をなんと演じられると。そしてさらにさらに、私は今までね、実は日本舞踊の経験って今まで一回もなくて、やってたのは能楽の経験しかなくて、芝居と歌いは習ってたんですけど、舞踊は全くなかったんですが、なんとね、そんな初心者の私に西川先生というね、大先生が直接お稽古をつけてくださるっていうことになって、で、数ヶ月前から先生に指示させていただいて、そして湘南校の役のお稽古をつけていただいております。というわけで今5月28日に向けて、猛特訓中なわけです。長唄南校っていうのは明治35年に作られた演目なんですが、実はこれに先立つこと3年前に、皆さんよくよくご存知の落合直文が作詞した桜井の決別、または青葉しげれる桜井のというふうにも言われますね。でまた一方で、大南高の歌という、評され方もありますが、このいわゆる青葉しげれる桜井のの唱歌が作られたのが明治32年なんですね。作詞した落合直文っていうのは国語学者で、自分の南高に対する思いを託されて、当時、学校の教員をやっていた、奥山智康だったかなっていう方が、作曲をされて、そこに曲を作られて、そして、青葉しげれる桜井の、または、桜井の決別という歌が、できていって、で当時の女学生たちはみんな手まり歌にして、歌ったというくらい、当時流行った。で、おそらくはその3年後に長唄南高が完成してますので、私もこの長唄南高の、歌詞を聞いてますと、非常に落合直美の作られた歌詞とよく似てる構成がね。落合直文の桜井の決別は全部で3部構成になってて、で1部が桜井の決別で、2部が敵軍襲来で、3部が湊川の合戦で、長唄の方も大体そういう形になって構成になってますね。なのでおそらくその影響を色濃くね受けて、それをヒントにして作られたんじゃないかなと思うんですね。なのでそんなに長唄とかはさほど知識はなかったんですが、でしかも初めてね、もちろん、聞く長唄でもあったんですけれども、スッと入ってきましたね、すごく。なので待っててすごく動きも分かりやすいし、思いが伝わってくるので、南高節の思い、がまるでリアルに自分に正成公と正成公が乗り移ってきたかのような、そんな、感覚にすらなる。なので非常にこう気持ちがこもった舞になるんじゃないか、現在猛特訓中。あの青葉しげれる桜井のは湊川神社のいろんな祭事で直来は出るんですけど、でその直来が最後終わる時に、もうずっと私が子供の頃、父親に連れられてずっと湊川神社の祭礼には行ってましたので、でそしたら必ず最後に歌うんですよ、みんな で。 でそれはその伝統は今でも、残っててね、もう
いろいろメンバーもあれなんですけど、私はもう本当に最古参で、うちの山下家ね。で、私はその歴史をずっと知ってるけど、ずっとそれは変わらない。必ず最後は青葉しげれる桜井のをみんなで、合唱して終わるんですけれど、でそうすると本当にもう小学生の小さい時から言ってたから、全部空で私暗記してるんですよ。桜井の決別の歌詞は6番まではね、桜井の決別は全部で15番って言いましたけど、だいたい歌われるのはこの6番までの桜井の決別のシーンまでなんですね。なので私そこまでは6番までは空で全部覚えてるので、空で歌うことができるっていう感じなので、長唄なんかを聞いてても、はいはいって感じですごく自然に入ってきます。なので当日は本当に真っ逆光になりきった気持ちで舞うと思います。で袴ね、お稽古の時も袴をつけて練習してるんですけど、もうそうしないと足さばきが、もう男の子の動きをするので足さばきがね、やっぱりで、武家の棟梁ですから、はい、ということで堂々と舞っていきたいなと思います。なぜ奈良でするのかっていうこと、これは、奈良の方々が非常に私の南高数形の思いを深く理解してくださっていたことがまず第一、何よりも楠木氏族と奈良との関わりっていうのは最も深いって言ってもいい。なぜかっていうと、楠木家のルーツは立花の一族なんです。で、この立花氏の始祖にあたる人物が立花の諸江という方で、皇族でありながら左大臣に、なった、人物、親戚交換したのでね、途中で、で、まあ、そういう人物が楠木家の祖にあたって、なので楠木正成も自身の今でいう名字ですね、それを表記するときには楠木って辞書したことは一度もなくて、立花の阿孫正成と、まあ、そのように書いております。で、この立花の諸江は聖武天皇が平城京を作られた時に、もう片腕となって一緒に尽くされて都を築いた人物こそがこの立花の諸江という人物。奈良の平城京っていうのは楠木一族とは切っても切り離せない、あの位の高い公家っていうと藤原氏って思われがちなんですけど、藤原氏っていうのは当時はまだ全然新進気鋭みたいな感じだった。でそれよりもちゃんとした皇族出身の立花一族の方が当時はちゃんとした地位を築いてた。で当然ながら楠木正成だって自分はそういう名門の一族だっていう自負は当然あったわけで、だからこそ自分の先祖が聖武天皇の時代は国家がまだ不安定だったところをしっかりと国を整備して確立する、そのお手伝いをすぐそばでしたのが自分の始祖であると、まあ、そういう自負もあったということからも、また再び後醍醐天皇の国家の中興のために自分も力を尽くそうと思われた、その一因の一つっていうことは紛れもない事実ということになります。というわけで正成の生き様というものを送り出した地がまさに奈良ということになりますし、また私自身も正成の出身地である千早赤坂とか富田林とかはすごく関係が深いんですけど、奈良も自分の一族的に関わりが深いんですね。吉野もありますしね。本当に今の日本でね、そういう、尊い志を持った方々がいらっしゃるっていうところは日本探してもなかなか、ございません。やはり奈良という地はね、日本にとって非常に重要な地だなと、まあ、改めて、感じている次第であります。来年、5月28日皆さん奈良にお越しください。コロナの後の日本の、中高の場所になる、はい、まだまだ全然お稽古が足りないので動きがぎこちなくて腰が全然入ってないんですけど、告知がて、お稽古風景を、ご紹介させていただきます。よろしければどうぞ。摩擦っていうのは
正成の御曹司長男でね、はい、本当のその跡継ぎの人だよね、はい、次男三男とは違うんだよね、また、そうですね、特に昔なんかだとその長男で跡を継ぐ人間の長男っていうのはすごいもう、うん、来年5月、奈良平城京でお会いしましょう。